はい、どうも皆さん、こんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと、アナザワユウスケです。本日は月曜日、気まぐれアナちゃんの時間。今日はアナちゃんの食レポです。時々この気まぐれアナちゃんでやってくる、今日はご当地カレーネタです。以前、青い富士山カレーってのやったじゃないですか。真っ青なカレーね。あの青い富士山カレーを見て、なんとですよ、この YouTube のチャンネル視聴者のお客様から、お差し入れをいただきました。チャンネル視聴者の名本佐藤さん、なんと北海道にお住まいなのに東京のアナちゃんのライブに来てくださったんですね。そして北海道にも青いカレーはあるんですと言って ぜひチャンネルでということで、お差し入れをいただきました。じゃん。オホーツク流氷カリー。こちらね、これ面白いですよ。中に2種類のカレーが入ってるんですよ。オホーツクの海の青さをイメージしたマリンブルーカリーと、流氷の白さをイメージしたホワイトカリー、2つ入ってて、この2つのカレーで、お好みでお皿の中でね、海に浮かぶ流氷を描いて食べるっていう新感覚カレーだそうでございます。こちらオホーツクのインド、クリュシュナさん監修の商品でございます。どうですか？青いですか？ね。まず、アナちゃんが、流氷、海と流氷の絵を、絵っていうか 絵っていうのこれ 作ると、ちょっと台無しになってしまいそうだったので、そこはチャンネルスタッフの方に、ちょっとお任せして、ね、ご飯の上にちょっと盛り付けていただきましたけど、せっかくだったら、このマリンブルーカリーとホワイトカリーがどんな味かも試したいじゃないですか。ね。ホワイトカリーはですね、こんな感じです。白いですか？白いですか？白いですか？でも、流氷の白さだから、多分、あれでしょ？ホワイトシチューとかよりも、多分、もっともっと白い感じになってるんですよね。おそらくね。じゃあ、ちょっと、ホワイトカリーがどんな味か、試してね、ちょっと、食べさせていただきますね。いただきます。ああ。かなりね、マイルドです。このスパイシーな香りはするんですけど、辛さはほとんどないと言ってもいいですね。味はしっかりありますよ。味はしっかりありますけど、決して辛くはない。クリーミーですね。美味しい。そしてなかなか取れない具があるんですけど。あ、これお肉だ。さあ、そしてこっちですよ。ね。北海道にも青いカレーはあるということで持ってきていただいた、こちらがマリンブルーカリーの方ですよ。どうですか？青いですか？青い富士山カレーとどっちが青いですか？ねえ、どうでしょう。ねえ。じゃあ、マリンブルーカリーの方を食べてみますね。もう 全然味が違う。あ、こっちはね、結構辛いです。辛くて、全てがホワイトカリーよりも濃い感じ。塩気もあるし、スパイシーで、おお、これは結構ね、辛いでしょ。じゃあ、よし、試食終わり。ちょっとこれはお皿をよけて。はい、そして、こちらがスタッフさんに描いていただいた流氷です。どうですか、北海道の皆さん、オホーツクの流氷っぽいですか？ はい、作っていただきました。
じゃあ早速こちらをいただいてみましょう。いただきます。オホーツクの流氷カリー。あ、この辺は結構海が濃くないですね。あ、この辺今撮りましたけど、この辺は結構白くないです。なんか味でなんとなく、ちょっとこの辺食べてみよう。あんまり泳ぎ良くないですね、この食べ方ね。あ、この辺も白いかな。ね、この辺がなんか青な感じがしますね、味的には。うん。でもね、これ結構ね、結構アジアンな、まあ本格的なインドの味を、あなちゃん分かってんのって感じはありますけど、結構本格的なインドカリーの味のような気がしますよ、アナちゃんは。うん。ぜひ皆さんも試してみてください。今日はオホーツク流氷カリー紹介しました。チャンネル登録もよろしく。